ヴァンパイアです。ヴァンパイアの名前の由来はこの突破の28日の枠がなく出れないってなっちゃって、その時になんかその日に私とケンヤくんとチコマくんとミキでヴァンパイアで飲む日で、でなんかドラムを探してて、でなんかヴァンパイアに行ったらなんか和夫さんがいてなんか飲んでて、なんか、ね、やりますってなって決まったので、まあご縁があるということでヴァンパイアにしましたって感じです。あのヴァンパイア閉店するらしいですね。もうやってました。もう閉店しましたね。なんか家賃が払えなかったらしいです吉川を弾くのは2回目で、さらにトークを任されるというのも2回目です。どうもこんにちは、マッハです。よろしく。
まあ2分ぐらい喋っていいってことなんで、あのガチでどうでもいい話しようと思います。あの僕はバンドの他にですね、好きなものがありまして、あのラブライブって言うんですけど、ラブライブって知ってますか？知ってる人？関係なさそうだな。あ、そうですね、まあラブライブ結構市民権を得たかどうかわからないですけど、認知度だけは広がってきたと思ってるんですけど、そのですね、まあ、今ラブライブってシリーズが結構あって、今4作目なんですよ。4作目。そうなんですよ。そうなんですよね。4作目なんですよ。で、まあ、今この4作目が結構こうガーッと進行形で、ですね、あの、まあ、ツアー回ってるところなんですけど、まあせっかくのライブなんで僕も行きたいなと思って、チケットを応募しててですね、今ここで開いているのがあの E プラスのアプリなんですね。なんと今日の1時で当落が出てるんですよ。おーい、まだ見てないんでちょっと見ようかと思います。ですね、まああの1月のね後半の方で武蔵野の森スポーツプラザのメインアリーナ、まあ、1万2000人くらい入るでっかい会場なんですけど、僕なんとですね、当選いたしました。めちゃくちゃ嬉しい。1月8日にもね、僕はまあ見に行くんですけど、2回目が見れるっていうことでね。あ、これで終わりですけどね。
ように喋ってもらっております。こんにちは、どうも。皆さんとは2、3分ぶりでしょうか。ちょっとですね、チューニングをする時間がありますので、次ですね、最後の曲ですけども、35分から始まって25分だから、また2、3分ぐらい喋らなきゃいけないという感じになるわけですね。これどうせライブ配信したいのにさ、あと YouTube 見て俺が死にたくなるだけじゃん。なんで寄ってきたんだよ、意味のない寄り方しやがって。それが SNS の戦略か。よく考えてる、素晴らしい。報告収入欲しいんで、あとで龍角さんをあげよう。龍角さんいっぱい持ってる今。いらないかな。じゃあなんか僕に質問ある人いますか。何でも答えてあげます今。はい、どうぞ。なんだお前。なんだお前。あげただけや。ん？ちょっと手あげたくなっちゃった。そっか。昨日の猫の来たらよかったね。あ、ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。あ、そうですね。次のライブいつですか。次は1月24日下北沢エラというところでですね。この前みんなで合同たとこだね。なんで今宣伝しちゃったんだろう。ごめんねみんな。そんなことが言いたいわけじゃない。じゃあ俺はね、もう一昨日昨日と酒をすごく飲まされていて。満身創痍ってやつなんですよ。知ってます？満身創痍ね、全身傷だらけって書くんですけど、満身創痍っていう四字熟語があるんですよ。胃が痛い、すごく胃が痛いんですけど、市ヶ谷にすげえうまい辛味噌ラーメンの店があって、俺ここでライブするとそれ思い出しちゃって食いたくなっちゃうんですよ。でさっきみんなで飯行こうぜって言われたんで、なんかあるんだよって言って行っちゃったんですけど、ちょっと胃が燃え盛っていて軽い後悔をしています。上から出るか下から出るか楽しみですね。打ち上げ花火、上からも下からも打ち上げたらダメだと思うんだ。しかるべきところで打ち下げなきゃいけないですよ。ね、ベクトルの問題じゃありませんよということで、まあちょうどいいんじゃないですかね。はい。あ、もうちょっとチューニングしたい。じゃあもう一個質問ある人、あと5分。はい。あと5分、そうですね。あと5分。はい。何か質問ある人いませんか。手挙げて言って。好きなお酒の種類。まあでも、結構まあ順当にビールが好きだったけどね。ビールだったら黒ラベルが好きで、まあカクテルだとしたら、あれですかね。ジントニック。うん。後で怒ります。テープが、テープ壊れた。放送事故や。あと5分だ。2杯。今日は飲みたくない。ごめん、今日はもう飲みたくない。いや今日は、あ、明日飲みます。乾杯。